よいしょと。わあ、さっぱりした。飲み物頼む。痛い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 。うわ、肩痛い。綺麗になっただろう。ちなみにあと10分で届きます。愛媛の川で野生のジンベエザメ発見。え、サメってさ、淡水でもいけんの？流されてきたってこと？死んじゃったんだ。ポケモンのアプリ18億稼いでるらしい。なんか少なくない？もっと言ってるかと思ってた。なんか、よく言われるじゃん。もう一流っていうかさ、とんでもない、ソシャゲは年間1000億ぐらい稼ぐみたいなこと言わない？トータルか。20億ってすげえか。まだ5日ぐらいだもんね。海遊館で飼育されてたやつが愛媛で死んだ。逃げることできなくない？あ、一時的に保護してた個体が流したらそこに流れ着いちゃったのか。かわいそうに。ジンベエザメなんて、俺この距離で見たことあるけど、あいつらめっちゃいいやつだからね。タバコに火つけてくれたから俺。キスイぐらいで生きていけるサメがいます。へぇー。大谷の関節心損傷ってめちゃくちゃやばくない？右肩だったら引退案件だったね、マジで。マジで。で、左肩でも相当やばいと思う。でもなんか、考えたくねえな。関節心損傷ってもう、野球選手の、右肩だったと思ったらゾッとするね。斉藤和美、あと、ハンカチ王子とか。でも打撃にもやっぱ影響あんじゃねえかな。てか、そんなんで試合出んなよ、マジで。もう走んねえでくれ。でも、不幸中の幸いは左肩。最悪ピッチャーやればいいからさ。最悪ね。でもわかんない。大谷ってそういう前例覆すからね。ちなみにロッテの藤原はそれ2回してて、その後膝も割ってる。左肩って、大丈夫かな？俺、心配なんだけど。大丈夫って言って。大丈夫だよね。全治どんぐらいだろう。半年。でも出るかな。半年ってことは、春のトレーニングには間に合う？ 4 ヶ月。4ヶ月ぐらいか。でも7月ぐらいまで、まあ、そんな軽いやつだろうしね。程度がわかんねえな。でもそんななんか、ベリベリに剥がれたわけじゃないと思うよ。
断裂したら半年か。ヤクルトの奥川ってなんでトミー・ジョンしないんだと思う？トミー・ジョンして復活する選手割と多いのに、完全に、なんか野球選手に聞いたことあるんだけど、完全に、最終決断ってやっぱ本人じゃん。本人がやっぱ嫌なんじゃない？戻る保証ないじゃん。でもマー君だって菅野だってさ、トミー・ジョンしてないから、大瀬良もか。なんかあるんじゃない？俺たちには分かんない。簡単には言えねえよな。いや、いいじゃん。お前若いんだからさ、肘にメス入れて2年後戻ってこいよって。2年ってお前、とんでもなくない？大丈夫大丈夫、2年だったら戻ってこれんだからって言ったら2年だよ。結構じゃない？怖いよな。速攻して、でも俺もした方がいいと思う。いい前例がありすぎる。いい前例があるからね。大山が巨人来たら嬉しい。いや、禁断の遺跡すぎない？絶対ないと思うよ。俺は知らない。来るわけない。青柳メジャー行くんでしょ、しかも。なんでお前あのスライディングするの止めなかったんだよ。止められなかったね。夏頃に大谷頼む、盗塁しねえでくれって言ってたんだけど、やっぱ、50-50見せられちまったらさ、いや、よくぞ走ったってなるじゃん。その後30した。30した、その後。でも多分大丈夫だけどな。菅野は単年11億の契約が濃厚。パドレス？今までで巨人阪神間の移籍ってないの？一回だけあるね。江川と小林茂。あと山本が、あれで行ったぐらい。外国人は、まあ、ちょっとな、抜きでね。広沢ってどうやって言ったっけ？広沢 FA じゃねえよな。その時荒れたの。日本が半分に割れるぐらい荒れた。江川と小林は日本が半分に割れた。俺まだ生まれてなかったんだけど、割れてた。東と西で。記憶にはないんですけど。まあでも江川はいじめられたんじゃない？とんでもないぐらい。てか巨人の中でもいじめられたんじゃない？だから野球界戻ってこないんじゃない？あんな一流の選手が。戻りたくねえわな。笑顔普通に嫌われてるだけ。いや、そんなことねえよ。あのさ、空白の一日が多分とんでもない影響があるでしょう。だって20勝して沢村賞取れなかったんだよ。投手3冠ぐらいで。理由は、沢村賞を受賞するに値しないからって言われてた。性格。今だったらとんでもない炎上してんだろうな。
眉毛サロン行ってきたよ。めっちゃ綺麗になったよ。ものすごい綺麗になった。男前になっただろう。仕上がり良好。ちょい太め。理由はおでこ出したいから。この服で行ったの。この服だけ脱いで上に T シャツ着て行って行った。すっごい寒かった。なんで村毛のユニフォーム着てんの？これは村毛のユニフォーム兼俺の寝巻きになってるから。佐々木朗希 7.5 億円契約でドジャースって何？あれ？佐々木朗希って結局、でもポスティング許してないでしょ？任意引退するんだ。いや、しないでしょ。ロッテの契約蹴ったの。もう生かしてやれよ。いや、任意引退だったらいけるよ。その代わり、もう日本球界には復帰できないけど、別に、良くない？俺は応援するけど、任意引退して行くってなっても俺は応援するけどね。あ、違う！その後ルールができていけないんだ。その後ルールができて、2、3年いけないんだ。野茂の後になんか、ルールができたんだ。そんなに生かしてやりてんだ、そんなに生きてんだったらさ、生かしてやれよ。先にメジャー志向あるって言えよ。めっちゃ言ってるはず。野球エアプなんだけど、25歳のルールってなんで実在するの？なんか、メジャーリーグの年俸が高騰化しすぎて、それなんかでも問題になってたよね。すごく。25歳未満はマイナー契約となったため、契約金は高額にはならず、7億5千万。本当はロッテの気持ちとしては、ポスティングって上限20億だっけ？まあさ、わかりやすく言うとさ、海外 FA 取る前年度にポスティング移籍するのが一番球団としてはメリット高いじゃん。で、球団もボランティアじゃないから、一番いい売り時で選手を売りたいじゃん。で、ポスティングの上限って MLB 側が勝手になんかガチャガチャできちゃったんだけど、松坂で60億とかあったのね。で、佐々木朗希が上限なかったら100億とかいくの。その金が全部ロッテに入るのね。で、できるだけ引っ張ってポスティングするのが、一番、球団的にはいいんだよな。そうやって考えると、日ハムマジですごいわ。ちゃんと、大谷翔平を、ポスティング許したからね。で、山本由伸みたいな形で行くのが一番いい。25歳を超えて、ちゃんと本人もめっちゃお給料もらえて、ポスティングで球団にもものすごい金入って、自分も若いうちに行けるっていう。ロッテはちゃんと25歳で送るって言ってるんだ。いや、本当はもうちょい早く行った方がいいけどな。大学に入ったからおめえは落合みたいだなって言われたんだが、これって悪口なのか。お前三冠王3回だぞ。で、今度ガチャガチャ言われたら、俺の成績超えてから言えって言え。お前がだから顎で、おい、アンパン買ってこい。なんでてめえにアンパン買ってこなきゃいけないんだよ。うっせえ逆らうんじゃねえ。お前俺は落合だぞ。俺の成績超えてから言え。買ってこい、黙って。てめえの金だって言え。お前落ち合いなんだから。俺は落ち合いだぞ。はい、届きました。
べさ、やしいさ、輪ゴムみたいなステーキ食いたかったんだよ、今日。輪ゴム、ゴム。タイヤのゴム。輪ゴムか。来年藤波日本に帰ってくる可能性高いんだけど、どこが取ると思う？読売。藤波帰ってこないと思うよ。さすがに帰ってこないね。まだわかんねえから。帰ってきてほしいけど、俺はジャイアンツに。トランプ勝ったんだ。フォイ喜んでんじゃねえ。フォイが結構熱心なトランプ信者でさ、困ってんだけど俺も。あいつ意外と政治的思想強いんだなと思った。ツイッターで呼びかけててさ、結構過激派のトランプ信者で。あれアカウント乗っ取りじゃないでしょ、本人でしょさすがに。さすがに本人じゃない。俺は本人だと思ってる。だって噂によると、あいつ背中に でっかくドナルド・トランプの墨入ってるらしいよ。全部背中一面トランプらしい。結構強いよね、政治的思想が。あ、そうなんだ、そっち系なんだって。まあでも俺はさ、否定はしないからさ。誰も止められなくない？咎められなくない？何が悪いっちゃとか言って。おもれえからこのままあのまま放置してくんねえかな。でもノイジーのツイッターかなんかで、今フォイさんがツイッターを乗っ取られてるのは調査中ですみたいな。本人じゃねえのかよと思った。本人だったらクソおもろかったのに。俺はまだ。で、乗っ取りってどうやってされんの？俺も乗っ取られる可能性ある？何が原因で乗っ取られんの？もう乗っ取ろうと思ったら誰でも乗っ取れる、誰のアカウントでも乗っ取れるのかな、そういうやつは。最近だとヤスコも乗っ取られてる。怖えよな。なんかさ、お笑い芸人のさ、フラン、なんだっけ、あの人もなんか乗っ取られたとか言ってなかった？名前忘れちゃったよ。アインシュタインの稲ちゃん。あれ、嘘だったの？でもガチで乗っ取られてたらさ、かわいそうじゃない？天月ぐらい突拍子もないことやってくれたらさ、いやいや、それは乗っ取りでしょって。俺のファンブスすぎて笑ったみたいな。あれぐらいね、やってくれたらさ、こっちもさ、乗っ取りだろうなってわかるけどさ、微妙な LINE のさ、乗っ取りされたらさ、わかんなくない？さっきから何やってんの？輪ゴム切ってる今。あれ、天月ってところが面白いね。今回のフォイのトランプとかさ、それぐらいの分かりやすい乗っ取りだったら分かるけど、イナちゃんとかさ、
ょっと微妙じゃない？両夫カルマが X で喧嘩してます。おいおい、武骨なモビルスーツ好きと二次元美少女萌え豚趣味を同じ土俵に上げんなよ、キモタどもが。俺がお前らにすり寄ることは一生ないから心配すんな。絶対炎上芸でしょ、これ。って思う。ああ、マーベルの俳優たちがキャラを使って政治運動したの見た。なんか、海外では結構でも、やってない？日本ではさ、なかなかそういうのがタブー視されてるじゃん。でも自分がどこの政党を応援してます、みたいなのを言うのって結構一般的じゃない？てかさ、大統領選おもろそうじゃん。日本もさ、あれやってほしくない？めちゃくそ盛り上がんじゃん。大統領選。あれ、いいイベントだよね。日本って勝手になんか疎外感ない？あるよね。一番おもろいと思うんだけどな。で、無所属でも出れるようにしてほしい。おっしゃ、俺大統領選だったら俺出るわ、マジで。おもろそう。なんかおもろしろそうだったんで、ちょっと わかんないですけど、俺もちょっと出たくて、俺出る。大統領選出る。なんか、面白そうだなって思ってって。出る。議員じゃない、いや、議員じゃないけど出る。だから1億2000万人全員出て、あれしようぜ。1万円決めようぜ。そうしない？ 1 個人から勝ち上がっていくシステムどう？1年かけて。アメリカの大統領選で選挙のために使った金額は2兆4000億円らしいよ。なんか、大統領選ってさ、50個ぐらいある州をさ、全部戦っていくじゃん。金、えげつないぐらいかかるらしくて、本当に。プリズンブレイクの、なんか、序盤でさ、副大統領がさ、5億ドルがなんとかとか言ってたじゃん。政治のその、大統領選に投じる金、とんでもない金かかってるらしくて。でもさ、その分経済効果ありそうじゃない？まあ、広告宣伝費ばっかりなんだろうけど。どうやって元取るんだ？
寄付。で、アメリカの大統領ってさ、世界最強の男じゃん。なんだかんだアメリカが世界で一番強い国で、そのトップだから、世界を、牛耳、世界で一番の男になるわけじゃん。女男。やっぱそのロマンがあるんじゃない？女はならない。いや、ヒラリー・クリントンとかなりそうだったじゃん。そのうち出るよ。てか副大統領って結構女の人多いでしょ。やっぱポイント高いんじゃない？なんか俺またプリズンブレイクシステムで話すけど、副大統領が言ってた、あなたが私を副大統領に任命したのは、女は副大統領に任命するというあなた自身のなんとかを稼ぐためですよねって言ってたのね。女性票もしっかり取るらしい。それで、ケラーマンに言ってた。で、その後そのまま大統領になってた。日本でも近いうちに女の子総理大臣生まれるんじゃない？時間の問題でしょ。今回ワンチャンあったじゃん。でも何年方がいいと大統領なんて言ってたよ、麻生太郎が。ああ、もう一回読みたくなる記事っていうのはな、いい記事なんだよ。もう一回行きたくなる飲食店っていうのはね、いい飲食店なんだよ。もう一回行きたくなるゴルフ場っていうのは、いいゴルフの、ゴルフの、ゴルフ場なんだよ。あれはもう二度とやりたくない。お後がよろしいようで。ははそうりゃ、って言ってた。ジジイのおしゃれな冗談。かましてたよ。確かになって。ベリックがやってたバニラシェイクマックに浸すやつやったことある、やったことあるよ。もちろん。ベリックに憧れて俺配信始めたんだから。これから円高になるから、お前が持ってる米国債売っといた方がいい。まあね、持ってねえんだよ、実際。65歳になるまで俺の元には帰ってこないの。何年後？あと27年後？死んどるわ。もう俺、その頃には。死んどる。おそらくささくって死んでんだろうな。27年後って27年後に1億もらって俺何使うんだよ。もうほぼあれだろう、体動いてねえだろう、こんな生活してたら。子供に使うか。生きてるかな。でも子供に使っててもさ、今子供産んだらさ、もう子供27だよ。こんなさ、27になってさ、親の金期待してるような子供にあげたくねえよ、俺。なあ。あげたくねえよ。で、女とかに言うんだろうな、うちさ、親父がさ、65になったらさ、1億入ってくからよ、つって。すげえ嫌なんだったけど。そんなの。ビル・ゲイツみたいに寄付しよう。
お前の一押しだったらなんだこの駅気持ち悪いが流行語大賞のトップ30に入らなかった。おーいいね、流行語大賞のコーナー。え、あ、あれか、まだ決まってないか。ノミネート、まだ出てんのか。何個知ってるかな俺。アサイーボールが、アザラシ幼稚園、わかんねえ。インバウンドン、インバウンドンは何、インバウンドンって。聞いたことないんだけど、裏金問題、界隈、カスハラ。カスハラって何？カスタマーハラスメント。コンビニ富士山。知らない。サムライタイムスツリッパー。知らない。初老ジャパン。知らない。新紙幣、新ニーサ。ソフト老害。特流。南海トラフ。地震臨時情報。猫ミーム。はい、喜んで。八番出口。はて。はて？何？はてって。何これ？はて？50-50でしょ？これ。絶対。で、大谷翔平が、大谷さん、流行語大賞に、大賞に選ばれたんですけど、出ますか？で、これが新流行語大賞ね。裏流行語大賞。出るわけねえだろ。翔平が。ブレイキン。ホワイト案件。マイナ保険証、マイナ保険証一本化。マイナンバーと保険証が一本化。名言が残せなかった。もうええでしょう。やばい、かっこよすぎる俺。やばい、かっこよすぎる俺って何？誰が言ったのこれ。車椅子テニスの人。ああ、なんか聞いたこと、なんか、うっすら聞いたな。令和の米騒動。なんかあんパッとしねえな。ブリンバンバンボーンとかは聞いたことあるけど。なんで8番出口入ってんだろうね。流行った？ 8 番出口って。すごく流行った？で、もっと流行ったやつありそうじゃない？ふてほどってなんだ。スイカとかね。あとあれ。ポケモンと今争ってるやつ。なんだっけ？パルワールド。これなんで入ってないの？あれ去年だっけ？パルワーって。あれ今年じゃない？パルワールドの方が流行ってるよね。あれだって2000万本売れたんだぜ。圧力なのかな？日本じゃそんな売れてないんだ。海外で売れてんのか。お前の編み出したママンボーコライドンのマンゲドンないや、マンゲドンねえとか終わってるよな。メディアってバカしかいねえのね。こいつら全員バカなの。どう考えてもマンゲドンの流行ってんじゃん。アザラシ幼稚園より。知らねえもん、アザラシ幼稚園とか。マンゲドンでしょ。あ、解説がある。馬術の、オリンピックあったもんね。クリーピーナッツのブリンバンバンボーン。NHK 連続テレビ小説、虎に翼で伊藤沙莉さんが演じる主人公のトラコが納得できない場面で発する、はて。だって。
おふくろがよく言ってた。それはおめえのおふくろがただのババアなだけだろ。普通に使ってんだろ。流行語とかじゃなくて。クソババアが。加藤純一流行語大賞決めようかな。年末に。じゃあ。じゃあ今から、一ヶ月かけてトップ30決めて、決めよっか。第一次選考何月？いや、これさ、ノミネート後ってさ、どうやって決めてんの？みんなに投票してもらって、単純に、票数が多いやつでいい？その方が、いや、審査員とかどうでもよくない？出来レースになっちゃうじゃん。で、俺さ、今年さ、事件ですとかもよく言ってたから、その昔懐かしい流行語も入ってくるからね。マジで。大阪府中央区日本橋 KW レジデンスとかも入ってくるだろうね、今年。あとマウヤケソンチャンチンモンテンテンも入るだろうね、30年ぶりに。今年のアーカイブを全部見て一番発言したワードにしてた。何一番言ってんだろう俺。なんだろうね。リアルに、マジで、今月のブーストがすごすぎて、マウヤケソンチャンチンモンテンテンだと思う。でもあの20時間の中で、200回は言ってるから。あと、ブルーベリア。若さ生活、お父さん、もう僕戦いたくないよ。が2位だろうね。おそらくな。どう思う？あれも相当言ってたね。あと全部出す。今年の加藤純一トップソングアワードマジでマウヤケソンチャンチンモンテンテンが独占すると思う。11位ぐらいに、賽銭箱にドラゴン、賽銭箱、賽銭箱に、ドラゴンボール！ララ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 ン。お弁当箱に、ドラゴンボール！ララ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 ン。それが多分16位ぐらいだろうね。おそらく。どう思う？黒人さんの〇〇って誰だよな、相当高い。イボンって誰だよ、関わってくんじゃねえよは、相当高いね。ああ、トップ10に入ってるね。5に入ってくるね。流行語大賞なんて自分で決めるべきなのかな。いや、俺なんか、ちゃんとさ、視聴者投票にしたいんだけど。加藤純一、流行語大賞、決めるか。じゃあ、ちょ、かまた電話してまず、フォームを作るわ。なんかさ、その投票ルール決めよう。シンプルにトップ30でいい？集計がクソ大変なんだけど。AI に任しちゃダメ。寝てるかな、あいつ。こういう時はネジ。俺はまだつぼみだけど使ってたね。でもわかんない、ここから2ヶ月でとんでもないものが出てくるかもしれない。
ムラッシュ解散の危機。自分が使ってたワードとかさ、俺周辺で流行ってた言葉って意外とわかんないんだよね。今年のうんこちゃん用語、バルダーズゲートめっちゃ言ってた。バルダーズゲートめっちゃくちゃ言ってた。俺、名前が好きなんだよね、バルダーズゲート。ドイストーリー、でもさ、ブルーベリーアイ、うっせえな、うっせえなー言ってたね。まったりする男は、なんとかだと思っていて、ぐんぐん、ああ、言ってるね、覚悟決まってる。掌握、全部出す、バルブ、バカ待て、まるまるじゃない。うんこちゃん、さんま、戦国時代、喫煙成功、頼むぜ、じゅん。トクトク、キチキチ。ああ、いいね。一月に一回以上は俺、流行語を生み出してるんだ。やりましょう。じゃあ、第一次選考は何月何日しますか。あれだね、流行語大賞のその日にやって、あれしようぜ。サジェスト当選で乗って、ぶっ壊してやろうぜ。ぶち壊してやろうぜ。流行語大賞が発表の日っていつ？大賞。12月1日？ 12月1日か。じゃあ12月1日にやろうか。じゃあ急いで待って、今投稿フォームを作るから。12月2日？最近のお前、石丸慎二に影響を受けてて、がゆえにを連呼してる。ちげえよ。俺さ、石丸さんそんなこと言わないでしょ。通ってるんですでしょ。ちなみにこれ3回しか使ったことねえ。今4回目だ。なかなか難しい。恥を知れ、恥を！でしょ。通ってる場面がなくてさ。意外と。敵が来た時の YouTuber。あ、俺今年一番走ってる言葉分かったわ。YouTuber だ。もう1年流行ってる。こいつらマジで YouTuber だよね。めっちゃ言わない？めちゃくちゃ言うわ。今年の流行語大賞 YouTuber 入ってくるね。お前らって YouTuber だよね。お前らのこと YouTuber って呼ぶわ。あと、とても入ってくるな。それずっと言ってるけど、未だに意味がわからん。俺も意味わかんない。右京ね、巨人だろ。あ、去年だろ。今年も流行ってねえよ。時代遅れだよ。もう飽きた、右京ね。そろそろ飽きた。10年使ってたんだけど、飽きた。お前とては少なくとも2014年からやってる。10年選手だ。フランチャイズプレイヤーだ。でもね、俺なんかとてはもうあと2、3年使い込んでから流行語取りたいからさ。まだ、くゆぶしてる。まだここじゃないね。あと、ふもっふのお店も入ってくるだろうな。ふもっふも流行語大賞取るだろうね。流行語大賞取ったら金払えよ。俺に。案件として。逆案件で。ナラントンガラグはもう3年前や。
俺がネジキやってた時はもうあの年やってたらならんとんがらぐだろうね。なんか今年の流行語大賞もっと壮大にやりたいよね。今年俺15周年なんか適当にカッコつけてやるか。もしもし。あ、かまた、うん。あ、オッケーオッケー。ね、かまたちょっとお願いがあるんだけどさ、俺さ、今年の年末にさ、流行語大賞やりたくて、なんかさ、メールフォーム作って、なんかうまい集計方法ないかな？オッケー。あ、オッケー。別に急ぎじゃないわ。うん。はい。あ、じゃあ、お願いします。はーい。はい。で、会場借りてやろうかな、じゃあ。ニコファーレ見てるとこ借りて。で、司会にアムロの声優さん呼んで、盛大にやろうかな。本家より盛大にやってやろうかな。第99位です！ブルル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 ル投票所作っていい？投票所。大統領選みたいに。長えよ、99は。え、俺2018年、10か16年ぐらいのニコニコネット流行語大賞第99位受賞者なんだけど。なんか知らないけど99位なのに登壇させられた。で、なんか、ウルトラマンと一緒に写真撮った。あ、仮面ライダーと一緒に。なんで99位なのに上がってんだよ、俺が。仮面ライダービルド。当時俺の甥っ子が仮面ライダービルド好きで、そういう催し物全部断ってたんだけど、仮面ライダービルドと共演したことあるぞっていう自慢したいだけの理由で出た。で、甥っ子に速攻送った。でもその短い期間の間で、出演が決まってから、その、実際の、当日までの間にビルドが終わって、移ろわざるものじゃないから、移ろゆくものじゃん、子供の流行なんて。もうその頃には恐竜に目が向いてて全然喜んでくれなかった。俺なんで出たんだよ。全然刺さんなかった。おいっ子に見せたら、そうなんだ。冷めてた。アッキーのトイストーリー3がここ1年で大きく順位を下げてしまってる。アッキーのトイストーリー3は年末言うんだよ。風物詩。年越しのタイミングで言う。テオくんが本当にネタにしたらダメな人間。いや、お前らのテオくんに対する感情と俺のテオくんに関する感情って違うから仲間にすんじゃねえぞ。お前ら本当にさ、バカにし言ってんだろ。俺言ってんじゃん。テオくんは悪いやつじゃないんだって。バカなんだってめちゃくちゃ。だから黙って、三軍のやつは俺によこせ。あれは俺がもらったからお前二度と使うな。俺が使っていく。俺のもんな、あれは。あんな名言もらうなよ。確かにな。黒人さんで言うところの、そういうゲームじゃねえから、みたいな。まるまる界隈もお前最近よく使ってる。いや、俺じゃなくて視聴者が使ってて、それで、あまりにもつまんなかったのね、それが。だから、かわいそうになって俺が使ってあげたんだよ。めっちゃつまんなかったの。みんなと おぞましいぐらいつまんなくて、その時のコメントが。かわいそうだなと思って。なんか、うまいことを消化できねえかなと思って。使いやすい空気を出したわけだ。てか、未だにわかんない。みんなの言う界隈が。痴漢界隈。痴漢界隈って何？誰？田代正史みたいな感じ。
あ、モコ、モコか。なぜかモコ。一番痴漢してね、あいつが。あいつでも、もう痴漢界隈から抜けて、最近、ネッチョ界隈に入ってるから、もう痴漢界隈から抜けたの。あいつ。道端で、戦闘力測ってるらしい。今日ベンチ 82.5 キロ上げた。だからさ、最近の母校の情報、昔だったらさ、あいつがこういうの上げたぞ。あいつこういう喧嘩したぞとか言ってんじゃん。もうここ1ヶ月、ベンチプレスの総量しかもう来てないもん。昨日の母校のポケモン見たかとかじゃないもん。あいつ 77.5 キロ上げたぞ。あいつ80キロ上げたぞ。あいつ 82.5 キロ上げたぞ。ベンチが 2.5 キロ刻みで、重くなっていく。そう、動画じゃなくてベンチ上げるようになったらあいつ。あいつ動画上げずにベンチ上げてんだもん。動画上げろよ。おポケモンの動画上げろ、お前。なあ。ポケカもいいけどよ。ポケモンの体勢上げてくれよ。ちなみに痴漢界隈の由来は女性活動者にセクハラするからというより言い返せない立場の VTuber に触れて勝手にあることないことを言うかららしいぞ。それが痴漢界隈。あいつとあいつ付き合ってるらしいよみたいな。ってこと。ってこと？自分が付き合ってるって言ってた。それ妄想界隈じゃん。妄想癖界隈じゃん。その言葉を提唱したバチャブタは強姦未遂で捕まってました。本人じゃないでしょ。本人じゃないでしょ。さすがに。お前はちーちゃんをいじるけど、ちーちゃんはお前をいじれないってことだ。それが痴漢界隈。いや、そう、あれおもろいじゃん、でも。スモモ退治ちーちゃんの俺あれで、俺 M1 出てほしいんだもん。あれおもろいじゃん、めちゃくちゃ俺のあれ。最高におもろいじゃん。え、スモモさん、でもさ、ちーちゃんさ、でもちーちゃんとさすちゃんになっちゃったからさ、あんまり、今日はなんでちーちゃんが、で、スモモさんでもさ、ダメだよ。ちーちゃんにはちーちゃんのさ、ちーちゃんにはちーちゃんの都合があるんだからさ、スモモんだ。え、そうだよ、スモモさん、あたしはもうね、ちーちゃんって言うのやめ、これが痴漢界隈。俺、妄想 M1 界隈って呼んでんだけど、これは。今のところ出演者二人いる。ホリエモン、西村博之、西野さん。ホリエモン、西村博之、大吾、スモモさん、タイジ、チーちゃん。くしくも三人トリオなんだよね。今のところ、出演者二人。俺が勝手に台本考えてその三人にやらせるっていう。妄想 M1 界隈。あと山本太郎と麻生太郎と、山本太郎と麻生太郎と、あと誰だろうな。あと、田中真紀子。おもろそう！山本太郎とさ、麻生太郎と田中真紀子出てくれよ！むちゃくちゃおもれえだろ！はい、どうもこんにちは。25年ぶりに、この M1 の舞台に、勝ってまいりました。田中真紀子と思います。よろしくお願いします。まずは、あれだろうな。田中真紀子が唇を切るだろうな。それでは聞いてください。ショートコント。田中、ショートコント。自治ネタ切ってほしいよね。結構仕切るよ、マキコ。
マキコがっつり仕切るよ。キングオブコント出てもらおう。それでは聞いてください。ショートコント、裏金。あのね、10年ぶりにね、この永田純帰ってきましたけど、国会議員のね、年収が、この760万。この760万っていうのはね、どこに一体消えてるんでしょうかね。それはね、どう思いますか、山本さん。あんな、でもね、マキコさん、あんたがいない10年の間にね、税金というのはね、こんだけ上がってんねん。で、この財源というのは必ず確保できるんで、ね、どう思いますか、麻生太郎さん。あ、でもね、そんなことよりね、私はね、ここにね、審査員にね、スポンサードしてるね、朝日新聞ってどうも許されねえんで、全然もう、それぞれの思想、政治的思想を、がっつりぶつけ合ってほしい。一応ノミネートだね。やってほしいね。ツッコミは山本太郎。理由は関西弁だから。それだけの理由で。言ってほしい。麻生太郎に。その M、あの M1 の舞台で。麻生さん。人間が生きるために一番必要なのは空気だと思いますけど、その二番目に必要なのは何だと思いますかの時に。一回こうやってバカにしてほしい。それ私に聞いてるんですか？朝ね、希望と共に生き。汗水を垂らして働き、夜、なんとかと共に眠る。それが一番大事だと思います。お後がよろしいようで。帰ってほしい。もうええわ！ありがとうございました。もうええねん！締めはマキコにやってほしいね。そんなこと言ってもね、しょうがないですよ。もうええわ。よろしくお願いします。ありがとうございました。なんとか2回戦まで進出してほしい。俺は。締めはマキコにやってほしいね。俺はその3人を推してる、最近の。ホリエモンも2回戦まで出た。その3人だったら準決ぐらいまで行くだろ。その3人で M1 出たら準決まで行くわ。さすがに決勝はいけない。2回戦までいけるか3回戦がすごいハードル。その3人出たらさ、話題性だけでも一言も喋んなくてもさ、3回戦ぐらいまでいくんじゃないか。さすがに落とせないだろう。立ってるだけで笑うだろう。マキコがメガネの上か、テリーとも田中マキコしかさ、やんない、あの上からのやつ。ライバルはスモモチーちゃん、タイジだろうな。お、ありがとう、かまた。お願いします。入るな、かまた。冷蔵庫入れてるの。はい、ごめん。お母さん、旅行大丈夫なんですけど。うん。なんか、調べたら、公式の方は、一旦アンケートで30個まで絞るらしいんですけど、うん。一旦アンケート取っても大丈夫ですか？もちろん。それさ、はい。ワードっていうのはさ、ええ、どこで出すの？視聴者から募集して、そうですね、一旦自由回答でアンケート取って、で30個に絞った状態で、うん、選べるボタンで選べるようにしようかなっていう。ちょっと大変だけど、ええ、あれだね、なんかさ、募集してさ、そのワードだけ抽出してさ、はい、集計みたいにできる？その自由回答の中からワードだけ選んでみたいな、うん、可能だと思いますよ。その方が、まあ、2回に分けなくて厳密は厳密だよな。まあそうですね。うん。票数でやりたいよね。そうですね。うん。なんか一回こっちで選別とかしない状態で、うん、生のデータで。生データで。了解です。どんぐらい期間設けます？すぐやっちゃいます？今から。1週間。うん。じゃあ、もうちょっと待った方がいいですよね。俺が、マカオから帰ってくるのが14日だから、ね、その日に、までにしようか。今日から14日まで。うん。わかりました。じゃあ。で、集計期間を2週間とか3週間設けて、ね、12月の頭にやろうか。わかりました。うん。じゃあ、この後、完成したものを送ります。うん。OK。じゃあ、すいません。
ありがとう。Google フォーム使った方がいいかな。当選したトランプに一言ください。フォーイが日本を代表してコメントしてるらしいよ。結構がっつり応援してるらしくて。流行語大賞にかぶせるなら12月2日じゃ、12月2日にしようか。開催。にしようかな。ワードの抽出なら AI に任せるのもありかも。なんかちょっと教えてよ。ほや、結構過激なトランプ派。背中にトランプのタトゥー入ってた。でっかく。加藤純一、あーてやべえ、万博も今年だ。え、万博っていつ？今年？来年？今年の年末？来年末？来年の4月から10月？か。それぐらいに向けてやるか。でパッと上げただけで今多分20個ぐらいバッと出てきたから、俺の知らない、俺が気づいてない、俺が使ってるワードいるだろうね。あるだろうな。なんか普段意識してないけど使ってるのあるかな。うおとか俺使ってなくない？うおって使わなくない？破綻はよく使うね、最近ね。うお使ってなくない？使ってる？それコメント読んでるだけじゃないの？ああ、土魚は使ってるね。土魚。いや、いや、まあ、でも視聴者が勝手に使ってるやつもありでいいから、ぶっちゃけ。その俺、界隈で流行ってるやつ。で、よくない？でも俺がわかんねえな、多分な。あ、俺発信のやつにするじゃん。俺発信にしよっか。俺発信でも30個ぐらいあると思うんだよね。俺発信。ゲラウェイ使ってねえよ。ラストするときしか使ってねえだろ。パって自分で分かんないもんだね。あ、タフも使ってたな。タフも入ってくるね。覚悟決まってる。ばっこりがっつりべっつり。でもこいつは BKK みたいなやつだ。堀江さんに電話するわ。最近ね、呂布カルマに電話するわ。ハマってんだよね。俺。キモいものを見たときに。で、キモ？呂布さんに電話するわ。調子乗ってんな。門にチクるわ。お前の流行語は最近気に入ったものを他人から奪って自分にものにしたものが多すぎる。それはいいでしょ。違う、俺もらってんだって、それ。ちゃんと本人に許可得てもらってんじゃん。テオ君の三軍のやつと、呂布カルマの気持ち悪いと、あと吉生の、でもさ、お前は、あの吉生のやつもらったじゃん？もらってんだって。マジで。
全部出すもん。お前盗んで改変してる。いやでもそのまま素材のままだとやっぱちょっとまだなんか、あ、これでもこうした方がいいんだけどなみたいな、俺の理想。理想をやっぱちょっと叶えたい。脚色しちゃう。でも、吉永のでもさはお前の中にいる吉永のセリフだからお前発祥。そう。なんなら頭の中にその配信者を憑依させて勝手に言わせてる部分もあるから、わかんないんだよね。誰発信かとか、もう。多分、麻生太郎とかも俺なんか、いろんなこと言わしてんじゃねえかな。いたこ芸なんだよね。ちーちゃんとかも俺喋ってるの聞いたことあんまねえもん、俺。冷静に考えたら。配信見たことあんまねえもん。シャンクスとか。ちょっとワイワイとか。ほいでな、あのな、昨日な、あんま言ってねえし、ワイワイ。ほいでなって。願望なんだよ。言ってほしいっていう。税金とかな。ワイワイも言ってた、ほいでなとか一度も言ったことないって言ってた。一回も言ったことないっしょ。多分。ゼロっしょ。俺に入れてもらうことできるかも、一時使うみたいな。それなんてさ、本人が言っていないであろう、にちゃんのコピペをさらに俺がもじって使ってるからね。何でもありだよね、もうね。にちゃんのコピペをさらにコピペして、間違って、おひれせひれ つけて使ってるからね。俺。その究極系が合う。だっけ。それで合ってる。煉獄さんの俺はのんけでも平気で食っちまうんだ、レンジロー、炭治郎。それ言ってた、本人が。俺映画見た、まだ映画見てねえんだけど、ちゃんと。言ってたの。あいつ爽やかなゲイだからね。ガチで言ってた。加藤さんがこんだけ他から持ち込んでいってるのに、他、なぜ他の配信者が加藤さんの用語を使ったら視聴者に叩かれるんですか？別に、叩かれてないでしょ。みんなも盗めばいいじゃん。使っていいよ、麻生太郎とか。じゃあ、いいよ、あげるよ。テオ君の三軍いじりとか、俺、正式にもらったんだけど、それを、著作権、フリーにします。誰でも使っていいです。使っていいよ。テオくんとかリョフカルマとか他の配信者多分興味ない。で、テオくんは別に興味ないのはいいんだけどさ、リョフカルマに興味ないのはちょっと終わってるね。気持ち悪い。
何あの配信者たち。気持ち悪い。で、大谷翔平のこれも、いいよ、著作権フリーでいいよ。使いな、みんな。視聴者でバカでキモいやつしかいないじゃん。そういうやつに、この、言っていいよ。それか、ピンク色の、あの、セーター着てる人に使っていいよ。それありにしない。主に元木さんに使っていい。それに対する元木のダメだーも使ってそんなこと言ってたんだ。元木さんがインタビューお願いします、手挙げて言って、で、広報の通訳の人がいて、日本のメディアが取材したいって言ってます。の後のリアクションでダメだーって言ってた。ラーメン屋が潰れた時と同じテンションで言ってた。もっと強い感じで言ってた。金ねんだわって、それなんで使ってたっけ？小室圭が使ってたやつを俺、どこのシチュエーションで使ってた？こんなに金あるのに。どのゲームで言ってた？俺。金ねんだわ。金しかねえのに俺。いつ言ってた？教えてくれよ。確かに言ってた記憶ある。めっちゃ。パンチクラブ？つどつどゲーム内のお金がねえとき。ああ、なるほどね。ゲーム内でお金がないときみたいな感じか。金アンダーのバージョンもある。犬の話題が出たときの TDL の声真似もよく、ワン、ワン、ワン、でしょ。次の万博は2025年の年末か。2022年から2024年の間のゲーム雑談部門それぞれのトップ50。おー。じゃあ来年か、万博。まあ来年末なんかすぐ来るだろうな。あと1年ですか。V のこと、絵っていうの、うんこちゃんのオリジナル。いや、絵は絵でしょ。絵は絵だろ。声優がいるだけで。アニメの、アニメーションでしょ。別に俺発信じゃねえだろ。声優さんがいるだけです。日本語だよな。ドラクエ3まであと8日です。おー。よくさ、側って何？あの、川のこと？側？外側の絵のことを側っていうの。それってなんか用語なの？側。VTuber 用語。もともとある日本語？かぶってるから、側ってこと？いやでも、ちーちゃんとかも使ってたんでしょ？ってことは別に、悪口じゃないでしょ？皮じゃなくて、側。外付けのパーツとかを側っていう、そうなんだ。
パソコン用語みたいな感じが。加藤純一の名言。もしも明日世界が終わるなら、女遊びは未来があってするもんなので、人生残されてないって言ったら配信しますね。まあ、間違いないね。明日があるから女遊びしてんだけど、なかったら配信するだろうな。最後だし。意味ねえや。正しいこと言ってるね。俺の側が。私はこの大チームで上がりまし、めっちゃ使ってた。それは俺発信。あれ俺が考えた。俺発信。それは、あとそれと、兄弟分で、僕たちは、リングの外にいますっていうのがあって、アッシュが最近出てきて、僕たちは、リングの外にいますかになってる。問うパターンも、問うとるんです。聞くパターン。今僕たちはリングの外にいますか？YouTuber。YouTuber に聞くパターン。主に YouTuber がやってるから。実際明日世界が終わるなら何するの？何しようかな？うまい飯食って、まあ、覚醒剤とかやるかな？やっぱやってみていいじゃん。ちょ、覚醒剤で、いや、じゃあ覚醒、39歳だけど覚醒剤しますっていうタイトルでやるかな。明日終わるんでしょ。17歳だけどタバコ吸うよみたいなタイトルで。明日終わるんでしょ。覚醒剤でしょ。どうするそれで明日終わんなかったら。え、あれ、来ちゃいました、明日が。ってさ。ええ事件です。うなちゃんマンの声で自分で実施しようかな。本当に終わるかなって信用できずに隠せてできねえだろうな、俺。まず配信つけて様子見するだろうね。ね、本当に明日終わるかな。本当に終わるんだったら隠せてやりたいんだけど。って言うかもしんない。終わるとしてもやるなよ。別に終わるんだったらやってもいいでしょ。何やってもいいでしょ。明日終わるんだから。弾丸論破2やる。一緒別にスパチンもガチャガチャ言ってこねえだろ最後の日だから。弾丸論破2はやる絶対。マジで。確実にやるね。午前中にやる。で、任天堂の悪口言う。任天堂の悪口言うと思う。午前中9時に起きて、3時間弾丸論破2無断でやって、12時から任天堂の悪口言って、で、夜、エルデンリングにスーパーチャットつけながらやるかな。どう思う？最終日だし。最後の日だし。ほんで、23時58分ぐらいからトイストーリー3流しながら死ぬ。こうやって。これがトイストーリーの画面で、これぐらいにして、一応著作権の対策しながらやる。至急最後の日決まったな。俺が何やるか。で、裏にドラえもんつけて。送信でいきます。
ネット配信繋がんねえか。昨日圭一さんが1日でダイヤ4からマスター直前まで、なんかちょっと見てたけど、え、なんでさ、シーズン変わったのにランクは据え置きなの？え、あ、今日変わったのか。あ、今日変わったのか。あ、もう今リセットしたの。今新シーズン来てるんだ。ライフラインがとんでもないことになってる。なんで？ちょ、一試合だけやっていい？どうなったの？どうなったの？ちょ、一試合だけやろうぜ。さすがに。チェックしないと。ライフラインが飛ぶって何？で、空飛ぶって何だろう？何？空飛ぶって。意味がわかんないんだけど。自分のドームがクリプトウルトで壊されなくなって、スキルリチャージが15秒ぐらいで、強っ。またジブラルタル環境じゃん。サポートが仲間を蘇生すると自動で回復するようになった。え？強すぎじゃない？バナー作るの誰でもできるようになった。それ、あ、なるほどね。サポートのメリット消して、新しいメリットつけたらぶっ壊れちゃったっていう、エイペックスあるあるね。しかもエリア内の回復量が2倍になった。終わってんだろ。おい。終わってねえか。自分のドームは、金メットやパッシブの選択によってはクールタイム9秒でできる。一生か。ねえ、下手か！なあ。調整下手すぎない？無敵じゃん。なんでこの時期に変えんの？人が少なくなってるからめちゃくちゃやってもいいと思ってる。これ僕はあんま興味ないんで飛ばします。でもまあいいんじゃねえか。それぐらい変えた方がガラッてよね。タイトルで適当に嘘ついておこうか。エペマスター。エペマスターにしよう。え、この人マスター目指してんの？って思わせよ。ただのエーペックスマスターって意味なのに。どうそれ。小ずるい？結構小ずるくて、俺。お前の好きなエルスター強化されたの？どうやって強化されたの？エーペックスもそうだけどさ、見てるの楽しいんだよね、最近ね。大会とか見んのが。サポートキャラが強くなったってまたさ、もうブロンズ4になってるやん俺。あ、ちょっと待って、ストップ。教えて、なんか。ライフラインがやべえ。何がやばい。どうやって帰るっけ。リジェンド、どうやって帰るっけ。これ、え、なんかライフライン顔変わってない。え、大谷に話しかける時の元木の顔してんじゃん。で、大谷の顔してる。そういうことか。これ元木とあれだ、食い合わせが悪いわ。私は諦めが悪いのよ。何が強くなったの？僕ここにいない。え？回復を止めないで。これは普通じゃん。
なんか俺ついてくんだけど、俺ついてくるよ、俺。俺ついてくんだけど。え、ついてくんの強くない？まあ別にいいか、それは。投げ物ってどこにあるっけ？回復量が倍になってるらしい。あれ、グレネードってどこあった？アップグレードの時間だよ。さてドック、何がいい？アークスターを投げた。アークスターを投げた。フラグを投げた。やべ、死んだ。まさかの。ねえ、わかるだろ、やりてえこと。バカだれが、お前この野郎。使えねえな。これでドック、ここにいな。回復を止めないで。回復量は変わってないんだ。サポ回復中の移動スピードが遅くなってるから、バニーホップができるようになった。まあどちらにせよできない。ヘイローシールドを展開。何これ？ドック助かるよ。あ？何これ？バースデープレゼン、ついにバースデープレゼントなくなったの？テルミットシールドを投げたわよ。これで。上がないドームで回復が早くなる。は？アップグレードした方がいいね。セル巻くのが早くなるんだ。フェニックスキットクソ早い。そ、やってみようか。ボロボロじゃないし、回復しないと。ヘイローシールド展開。ドックありがとね。怪我をした。早っ。フェニックスキットを使う。いや、え、これ、え、これ取んないの？これ強すぎだろ、これ。え、壊れないの？いや、これ強すぎだろ。バッテリーは何秒で負けんの？その代わり上が空いてるんだ。じゃあグレネードが入ってきたら、でも外出ちゃえばいいしね。ライフラ環境やん。しかも自動蘇生あるでしょ、これ。ライフラじゃん、もう答え。アークスターを投げる。ってやって。ヘイローシールドを展開。強っ強っ強っ。シールドバッテリーのストックが上限が1値増加し、デスボックスにシールドバッテリーの数が表示される。 OOC で滑空なんだこれ。そういえば滑空って何？滑空って何？滑空って何？グライドするよ。これはどうなの、みんな的に。これどうなの。ジャンプで2回目をして、さあ空の散歩だよドック。別にどうでもいいよね。あのさ、それよりさ、ウルト強すぎじゃない？打ち毒じゃん、基本。ね、相手にも効果あるの、これ。自分だけ？え、じゃあもう詰めるとき、出し毒じゃん。あ、でもまあ、そんな近距離で吐かねえか。セル、サポートはセルなどの回復量が増えた。アークスターを投げる。
ヘローシールドを展開。ドッグありがとうね。強すぎ。強っ。何それ。武器は何が変わったの。エルスター強くなった。まあわかんないんですけど、強くなっても何が強くなったの。ダメージが1増えたか。強っ。じゃあもうエルスターの時代到来。あ、強そう。強そう。レベルアップした。さあ、アップグレードの時間だよ。昔のエルスターのさ、何が強かったって、弾がでかかったわけよ。もう一回さ、俺が使ってる時だけ弾でかくしてほしい。マジで当たったからな、エルスター。これぐらいで当たってたからね、全部。もうこれ当たってたからだ。でもまあ、あれなんじゃないの？まだ、ネメシスの方が強いんじゃない？なんかユリウスのやつ見てるけどさ、あいつさ、ネメシスのリコイルうますぎるわ。直線飛んでても、あと弾のさ、速度をちゃんと理解してるからさ、偏差打ちがめちゃくちゃうまい、あいつ。めちゃくちゃ、ハボク強いんだろ。じゃ、エネアも環境なんだ。ハボクないじゃん。え？ハボクこっちになっちゃったんだ。悲しい。あ、絶対クソ強えわ。ハボク強えわ。ケアバゲになったんだ。即ハメボンバーになったんだ。ビーム打てる。なんだっけ、セレクトファイヤーレシーバー。夏これ。これ2発消費だっけ。セレクトファイヤーレシーバー昔あったね。でもこれだったら普通に、マジで普通に打った方がいいんじゃないかと思っちゃう。ハボクリコイル簡単だからさ、4スコで覗いた方がいいんじゃないかって。4スコのジッターで覗いた方がいいんじゃないかって。789、3スコやばそうだな。昔なぁ、リコイル簡単だったけどね、難しくなっちゃったね。これぐらいの距離、マジでハモックの距離だったからな。エルスターのはいい。まあ、わかりました。昔に戻れるモードがある。何それ。ローンチロイヤル。昔の金券なんだ。ちょっとさ、ライフライン一社やろうぜ。
俺が品定めしてやるよ。 G7 にスナスコつけれるの時代か。いや、打足さんと京ちゃんとやってたな、シーズン1。あのアカウントどこに、どっかねえかな。お、もう、あれができた。ないないにサンスコつけれる、つけれるっしょ。多分。ん？プレイヤーのランク分布。なんだこれ。56って何？あ、このマッチング中はブロンズ56人にルーキー3人いますよってこと？ええー、おもろ。てか最初からやれよ、これ。できたんなら。お前叩かれるの怖かったんだろ、いいえ。なあ。俺シルバータで地域のフルパに殺されたぞ。ちなみに俺。根に持ってるよ。あと俺ががっつり、マスター目指してた時に、朝方2連チャンでフルパの栗原とマッチングしたこと忘れてねえからな。あれなきゃ言ってたからね、俺。で、クライリックスとかとマッチングしてさ、終わってんだろ。私がジャンプマスターよ、ついてきて。ウルト使いたい。報告です、僕たちはリングの外にいます。何ここ、矢についてうわ懐かしいね、ここが近くに終わった、ね、つまんねえマジで、死ねえ本当に、いつまでやってんだこいつら、エペックスねえ、いつまでエペックスやってんだこいつら、ね、お前ら大事でさ、人生の貴重な時間をさ一緒やっとけよ、バカみてえに、ペックス。敵確認。この銃撃はダウンだわ。ちょ、いる敵。俺はあのレイスを信じる。報告。報告です。僕たちはリングの外にいます。やべ、バレた。できるだけ回収できしてもらえるようにしよう。泳がされてんの、これは。だったら、あいつの近くに行こう。こいつの近くにいる。マップを見る限り死んだ方がいいか。超敵いるマジで。あれ味方は違う、味方全然違うとこいいんじゃねえか。あ、でもあれ作れるのか。え、なんかこれ持ってるよって見れるんだ、見れるんだね。あんたはもうおしまい。バナ作りますだってよ。切れていい。ちゃんとボイチャしろよって。ここいなかったんだな。モバリスもあんの？レベルが上がった。
もうダメだろこれ。え、モバリスまで作れちゃうの？なんで？サポートがいたらモバリスもできちゃうんだ。このアップグレードはやああ、俺バックの紫持ってたのにな。確かにモバリス早かった今。敵を確認。弾薬が少ない。カーでいけるかな俺。敵を確認した。もうこれ寒いやつ無視、もう殺されても無視。こうやって俺無視します。キモジジイ。俺のウィングマンのキモキモウィングマンの餌食にしてやる。ボルト301でいくか。お前もそれを出せ言うとるんや、早いうちからな。あ、新しいレジェンドは出ないんだね。それお前バカ野郎、こうだわ。さすがに99もあれなのかな。ちょっと G7 とか使いたいな。アップグレードは？レベルアップにぴったりだからね。標的を発見。見つかった。攻撃を受けた。見つかった。撃たれてる。そうだ、あいつに構わず行こうぜもう。中行っちゃうぜ、中行っちゃうぜ。ライトアームを発見。今301使ってるやつガチの情弱？なんで？弱い？あー、そんなこと言うんだったら、でもバースデープレゼント俺好きだったのにな。あのご褒美なくなっちゃったのか。じゃあもういらねえやモバこれ。まあでも一時期ライトアーム一強の時代あったもんな。シールドをリチャージ中。だよね。いや301一強時代なかったっけ。俺ずっと使ってたよ301。これは開くんだ。ごめんな、お前がバックパックがいることを知っていた。報告です、僕たちはリングの外にいます。しつこく言ってほしいね。レーザーサイト発見、レベル2よ。チャンピオン追っていいっすか。びっくりした。自害したかと思った。こんなことだってできるんじゃ。わしはライフラインじゃからの。なんかおっぱいの声がした。上か？これで大丈夫だ。んで、ね。
死にかけてるやん。これでいいわけ。え、ついてこない。危ない危ない。これもいいね。これ意味ねえだろ。グライドする意味なんかあんのこれ。ねえ。ジップでもついてくるんだ。ええー。どうでもいいよ。黙れ。せっかく楽しんでんのに。冷めたわ、なんか。お前が知識ひけらかしてきて。このさ、この、これ、このマークなんなの？この、このマーク。このマーク。この場所を見張っておく。このマークなんなの？このマーク。この、このマーク。あ、ドローン付与。直してあげるよ。ケアパッケージ接近中。中にはお宝がいっぱいよ。向こうにケアパッケージがあるわ。へえ、じゃあさ、これ付与してるやつしか回復しない？まさか。敵発見。今近くだったら回復するんだ。いや、めっちゃ強くない？これライフライン一強時代到来？シンプルに強くなっただけやん。ライフラが。ホップアップを発見。ブーステッドローダー。噂によるとジブラルタルも強くなったらしい。なんだよ、戦闘全然起きねえじゃねえか。まあでもチャンピオン狙うか。ニューキャッスルなんでやばくなったの？ドームの再利用時間が半分になった。それ聞いたんだけどさ、それチートだよね。金ヘル持ってたら9秒に1回ドーム出せるらしいよ。どう、ここ、ここどう、ここどう、みんな。これは使える。むずすぎるだろ。だったらこれあげるよ。ライトアームを発見。拡張ライトマガジンを発見。レベル4よ。こっちを、よし、これは使え。あげる。助かる。なんかここにでもつまんねえな。チャンピオンでないでも。せっかくだから。あっちよ。あ、お前らこれで行かなきゃいけないんだ。俺はさ、これで行けるんで。古いんで、もうそれ。これで行けるんで。これって狙われてる時だっけ？ケアパッケージ効果。向こうにケアパッケージがある。そこ入っちゃってんのか。なるほどね。間違いない。誰かに狙われてる。そこで狙われるってことはさ、どこだろうな。狙われたいよ、俺だって。エルスターの強さを。
け。まあ、そこにはいるわな。撃っていいこれ。レプリケーターが降りてくる。ここに敵がいると思う。どこで狙われてんのそれ。撃たれてるわ。ちょっと待って。やばい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 。くれ、バークレがいる。これしかもセルが、え、なんでこれセル回復してんの俺。なんでこれセルが自動で回復してんのこれ。パイロンか。強いってマジで。は？え、どこにいる。なんか今なんかうまいんだけどあいつ。だよね、そこいるよね。ライフラバッテリーいらねえなこれ。ちょっと紫までがっこり鍛えていいですか。こういうこと、みんな。見つかった。撃たれてる。こうやるの。リチャージ中。残り1分。リングは遠くない。ん？何？ライフライン強えよ。どこいんのこれ。なんかいるよね。こっちにね。あ、撃ちて一方的に。オナンしてオナン。まだいんだあそこ。あ、いた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 。これバッテリー巻くわ。マジでした。バーカーが。どっち。俺はこっちだと思う。うますぎうちやん俺。
俺に分けて、それそれ俺に分けて、ごめんあれ、それ俺に分けて、それそれ俺に分けてありがとういけー、やべえ、上からし、どこにいる、どこにいる、どこにいる、ゴテキ味方、どこにいるよ、どこにいるの、これ味方、これどっちだ、これナイスです、セイナイスです。後半分かりませんでした、敵と味方の区別が、敵と味方が区別できませんでした。分かりませんでした。で勝率見ようぜ、で勝率 100% で、いやいや楽勝でしょ、なんでさチャンピオン取ってさキルデス 1.0 なんで、おかしくないねえ、おかしくない、まあでもだいぶ変わったね。だいぶね。加藤さん、初見のチャンピオン率マジ高くないですか？毎日1試合だけしたらそうだね。そしたら多分、15日ぐらいでマスター行っちゃうんじゃない？うんこしてくる。お腹痛い。まあでもガラリと変えるのは悪いことじゃない。悪いことじゃないよ！ちょっとサイレントヒーラー全クリしちゃっていいんですか？全クライト鉱石していいっすか？いいですか？今日全クリは無理？なんかてめえが無理なことみんな無理だと思うんじゃねえ、まあ、てめえの物差しで人測るんじゃねえ、ぶっ飛ばすぞ。
ゼンクライト鉱石と、あれだよね、イケヌマイト鉱石じゃなければゼンクライト鉱石できるよね。まだ 40%。ね、昨日始めた時にさ、40% って言われてたのに、じゃあ昨日 0% じゃん。なあ。そう、ゼンクライト鉱石、イケヌマイト鉱石、ハメドライト鉱石。でも、あ、上位よ。ハメドライト鉱石は上位よ。同じところ1時間半やつは確かに。くれ早く。タイトル。今日マジ進める。ちなみにですけど、俺前回で、戦闘めちゃくちゃもうめっちゃ、死に上手くなったんで。ちびるで。サイレントヒルを終わらせる男にしようか。まあ絶対今日絶対できないけどね。理由はどうせハマるだろうし。舞うやけそんって、もう新発売じゃなくなっただろう。サイレントヒルも。俺以外の配信全員クリアしただろう。今日、ノーデス、ノーコン、ノーダメージいきます。